それでは両チームのスターティングメンバー紹介しておきましょう。 FC 岐阜前節とメンバーに変わりはありません。ディフェンダーが4人、右に船津、左に宇賀神、センターバックが岡村とフレイレ、ボランチに山内明と庄司、中盤に左菊池、右に久保田、真ん中に柏木、ワントップ。前節では2ゴール1アシストの山内博文が今日もスタメン起用です。それもフォワードで。ゴールキーパーは今日もビクトルです。今日は3バックと4バック併用をする松本山がこの4人を予想します。右に前、左に下川、センターバックに時田と大野、ボランチに佐藤とパウリーニョ、右に隅田、左に菊井。ツートップは現在 J3 の得点ランキングトップ、5ゴールをマークしている横山、そして3試合ぶりのスタメン起用という小松。さて、小さくパスを出て右足、ディフェンダーに当たってキーパーがそのままキャッチ。できるかどうか、かわして中を通す、エリア内に入る、クロスを入れて右足、シュートは打てない、シュートゴール。先制点は松本山が。37分になります。ここは踏ん張って横山、横山に対して3人がつこうというところ、菊井がスルー、そして小松、小松のゴールで先制をした松本山が1対0。ボールを受けて逆サイドに振って久保田、一つのこの形、さあクロスを入れられるか、右足、シュートはゴール、同点。追いついた FC 岐阜、左のサイドからでした。決めたのは菊池大輔。ダイレクトボレーの形。もう一度久保田が右足。選手一人触れて方向が変わって。さあ同点に追いつきました。1対1振り出し。蹴るのは佐藤。正面に出してダイレクト、もう一度シュートは放って入った。勝ち越し、松本山が今シーズン13ゴール目ということになります。このコーナーキックからダイレクトで福井がシュートを打って、そして36番1点を勝ち越しました。一旦菊井が頭を抱えたんですけれども、その後のクリアボール、時間をかけます。ニアへ低いボール、ゴール前混戦だ、入ってこれがそのままゴールに吸い込まれた。3点目、松本山が今の場面で混戦の中最後足に触れたのは誰だったのかということになります。出たボールがゴールマウスの中に吸い込まれていきました。松本山雅がボールを奪う、そして左サイドからそのままクロスでファーサイドの小松、ヘディングはクリア、まだ生きている、左足シュートは、連続のシュート放ってはいきますが、松のヘディング、キーパー桐畑がパンチング、クリアしたかと思ったところ、もう一度左足、ゴール正面、ヘディングは中央で落としたボール、キーパーがよく反応しました。ビクトル巻いていくボール、ボールを前線に供給、村田が張っている、宇賀神が
ドリブルで中央へ、左足シュートは左、天候は仰ぎます。宇賀神から小さく出して畑からのパス、アディショナルタイムは4分すでに過ぎています。もうほとんど残り時間はありません。3対1、松本山雅 FC が2点をリード。主審の大橋さんはまだ時計は見ていません。縦これをカット、宇賀神戻します。ここで長い笛、試合終了。第6節の注目ゲーム、 FC 岐阜対松本山雅 FC のゲームは3対1、松本山雅 FC が勝利を収め、勝ち点を13に伸ばしました。